はい、あ、皆さん、もうこの時間ですからこんばんはです。今ちょうど6時半ですが、平井拓也です。今日は西上田東上田で国政報告会をさせていただきますが、まあ、この地域は農家の方々が非常に多いエリアですので、今回の経済危機対策の中で特にその農業に関連する分野についても説明をしようと考えています。今回はその1兆300億円という規模の農業対策です。これは私もう本当に今まで本予算並みのこの補正予算というのは経験したことがありません。それだけ日本の食料自給率の問題、そして農業の担い手の問題等々に関しては国が責任を持って仕事をしなきゃいけない分野が多いということであります。特に今回は担い手の農地の集積ということで貸して側に特別な配慮をさせていただきます。また水田フル活用ということの元年として今までの政策にさらにプラスしてその多くの方々が参加しやすいようなスキームを作らせていただいております。農業の問題もこの地域にとっては非常に重要です。この地域のこの田んぼを守るということは地域の安全保障にもつながることであります。この水を受ける機能である農地を守っていくこと、そして、CO2 の排出の問題、それと同時にやはりこの日本はやっぱり食料の自給率を上げていかなければなりません。そのために農業問題に全力で取り組むことを約束申し上げます。